はい、どうも、白コリです。コンコリー。カセットビースト続きを遊んでいきます。前回ですね、バイオラ編の大天使に負けてしまいました。レベルは圧倒的に私の方が高かったんですけど、相手がね、睡眠状態にめちゃくちゃしてくる相手だったんですね。で、その対策として、不眠症 70% の確率で眠り状態にならなくなる。このパッシブをトラインクスとギャラゴアにつけました。他の子は覚えられなかったんじゃないかな、技ね。で、一番最初はトラインクスと火力の高いケットランをフュージョンさせて、まあ、できる限りダメージを与える。で、もしこのフュージョンが溶けてしまった場合にギャラゴアを出して、まあ、ギャラゴアにも強めの技を覚えさせて、まあ、どうにか削り切りたいっていう感じですね。まあでも不眠症も 70% の確率ですからね。どのぐらい効くかわかんないんですけど、まあ確実ではなくなるってだけでも、まあ助かりますかね。そんな感じで、また大天使のもとに向かいたいと思います。はい。駅に入りましょう。今度こそ、勝ちたい。はい、戦闘です。ロビン・グッドフェロー、真夏の夜の夢。今度こそ。はい、まずは吐き出す。で、どっち使っとくか。吐き出す。相手やけど。デバフかけてくる。白コリ。来ましたね。抗いがたい運命の手が我々に伸びてきているのかもしれない。だが、しかし。我々が死ぬのは今日ではない。我々の物語が幕を閉じるのはここではないんだ。白コリとバイオラの心が一つになる。よし、トライラン。頼むぞ。吐き出す。叩いてくる。トリック。防御力ダウン。オートメーション。ギアショット助かる。いいですね。かなりいいペースでダメージを与えられています。で、こちらでもギアショット。はい、やけど。そう、やけど。近接攻撃受けた時に火傷を与えるっていうのも覚えてきたんですよ。頼む。めっちゃいい感じじゃん。よし、メタルリーフでダメージ与えられるかな。おお。え、何、全然睡眠使ってこなかったんだけど、何このあっさり具合、どういうことこれ、どういうこと。え、この前の苦戦は何だったの？私の。何だったあの時間。島から出たいと望むのならば、我が言葉を、我が歌を聞くがいい。自らの手でなさねばならぬ。遠き道のりを行かねばならぬ。東へと翼を広げ、飛ばねばならぬ。私だけが知る場所へ。そこにあるのが我が広間。今やうつろに捨て置かれた部屋。危険を犯して北へと迎え、気まぐれな道が交わる場所へ。その地にありしは赤き木々、落ちた枯葉が足元で、音を立てては朽ちる場所。その地にありし火の祭壇、その頂点へ行くべし。何時が立つべきその場所で、炎をまといかけるがよい。炎をまといかけるがよい。次は北の山かな。三角頭、少しばかり困っておられるようですね。そうでしょう、グッドフェローさん。よかったら手を貸しましょう。あなたには新しい役柄を用意してあるんですよ。また連れてっちゃった。ここがどこか分かっているのかい、人間くん。君たちごときにこのトンネルの息遣いが感じ取れるとでも。また行っちゃいましたね。安全な場所まで引き返した方が賢明だな。そうしましょう。
我々の敵アレフの意図は何なのだろう。私は精霊が考えることなど信用しないぞ、シロコリ。さてと、君は何か話していたな。調べている謎、詩の一節に隠された手がかりのこと。何時が立つべきその場所で炎をまといかけるがよい。聞く限りでは何かの合図のようだ。秘密のノックのような作法だな。極秘の場所へ入るためにはその行動を実行しなければならないのだろう。ことによると旅をまた再開すべきかもしれないな。公園で起きた事件の噂は聞いたか？君が望むならそこを目的地にしてもいいぞ。揺れる地面か。まあまずは山頂ですかね。先に大天使が言ってましたし、探求の道行きへ同行してくれたことに感謝するよ、シロコリ。私はロビン・グッドフェローは間違っていると思うよ。私の人生が他の世界では単なる物語でしかなかったとしても、そんなことは関係ない。私の未来は私が紡ぐんだ。自分の物語の終わりは自分で見つけるさ。しかし戦いの中で我々の心が結びついたあの瞬間、君もまた私の物語の一部になった。心が結びついた？あの決戦で君と合体した瞬間のことを言ったのさ。互いの体が一つになった時、我々の運命もまた同じように交差したのを感じたんだ。合体はもう解けたかもしれないが、運命の糸はそう簡単に解けないと思うぞ。この地から脱出する出口を知っていると君は言ったな。そうだよ。もしそれが見つかれば、私はセバスチャンと再会できるはずだな。よし、では私に借りを返させてくれ。君の旅路の道連れとして手を貸すよ。ありがとう、バイオラ。いいな、結構好きなキャラですね。ことによると旅をまた再開すべきかもしれないな。桜の草原で起きた事件の噂は聞いたか？君が望むならそこを次の目的地にしてもいいぞ。桜の草原でもあるんだ。あ、おちびなドミノモス、そういえばやってないですね。あー、どうなんだろう。順番的にはおちびなドミノモスか。結構初期の頃に噂聞いてましたもんね。ドミノモスでもいいかも。せっかくだからバイオラと一緒に行きましょうか。それではドミノモスのところに、多分ここに地下鉄駅があるんでしょうね。それまでは徒歩だ。行きましょう。はい、やってきました。ここら辺なんですけど、ここら辺よっここら辺なんだけど、これこの位置にさ、石置くとかあるその位置に石置くとかない？ここにさ、ないかな。そういうのない？あってもおかしくないかなって思ったんですけど、この石ころ拾ってきてさ。でもスイッチになってませんもんね。それはそう。え、あれ、階段ができた。え、何それだけそれだけ、もしかして。え、まあでも何かしらの仕掛けだったみたいですね。何かしらの仕掛けだった。で、この木箱を持って拾って、ここはここに、違うかな。違うっぽい。あなたドミノモスは普通の大きさだな。なんだろう、おちびなドミノモス、一体何が、どこにいるんだ。駅もあるはずなんだ、ここら辺に。はい、おちびなドミノモスなんですけど、この場所に行って何をすればいいのかが結局わからなかったので、ウィラル山の山頂まで来ました。ここに入ってみましょう。一体何があるのか。鉄道駅だと思うけど。うん、
またいつも通り仕掛けを作動させていく感じですね。おい、はぐれフュージョンもいますね。洞窟内にもいるんだ。うん、ここは越えられる？越えられたけど、あー、下になんかある。どこに行くんだろう？全然わかんないですね。結構広いミラル山の洞窟。あー、まずい。ここに上がれない。上がれないかも。上がれないかも。ちょっと待ってよ。あ、でもこの山の中のモンスターそんな強くないですね。どうしてだろう。山結構外のモンスターはね、レベル40超えだったと思うんですよね。こう行けないかな。あ、行けそうだった、行けそうだったけど、うわマジ。このゲーム結構コントロールが難しいんですよね。これ外に出ちゃったんじゃない？マジ？ここは？湖のほとり？ここまで来ちゃったの？また上に戻らないといけないの？はい、ここで、右に行かずに、上に行きましょう。北側、山を登る感じで行きましょう。絶対その方がいいですよね。あれ？お！あれ？これね、微妙にアクションが難しい時ある。さて、やっぱ上に行くんですよね。ほい。向こうは？これは、まあ関係ないっすね。で、山の外側だ。ウィラル山。山頂。おー、あった。こんなところに。これファストトラベル地点としてどうなん？また古く興味深い場所が見つかったな。必要以上に留まりたくはないがね、白子り。アイスリントン駅。またここでも仕掛けを解かなきゃいけない感じでしょうかね。スモックマゴグ。へー、こんなマグネット引き寄せ、こんなモンスターいるんだ。まあ一旦ここにいるっていうことだけ覚えといて、もっと自分が強くなったら仲間にする感じにしましょうか。いや、いけるか。表示座先に倒して、エレキチャージ。いやー、やっぱあんまダメージ与えられないですね。まあ、弱点属性つけばいけるかもしれないけど。タンク役だ。多分ね。硬そうだし。メタルリフト、エレキバッテリー。ナイス。お、いい調子。自爆やだな。まじ絶対ダメージ受けるんだもん。ほんとやめてほしい。はい。もうここ、次、大天使ですかね。ほんなら、体力回復しといて、乗り込もう。またあの呪われし感覚だ、白子り。あれは私の中に強い恐怖を置いていくんだ。足を踏み出すと海底を歩んでいるような感覚。おお、次はどんな大天使でしょうか。ん、ツーリーだ。また理性的な思考を拒絶する精霊か。奴らの姿はわずかしか直視していられないんだ。すごいプレッシャーなんでしょうね。真実、嘘、何時ら未熟な種族は些細な概念を気にしすぎる。現実は真実にあらず、無知を受け入れよ。愚かさと無知は人類の間ではありふれた呪いだ。どちらもとっくに山ほどあるさ、精霊よ。
汝らは理解していない。我の手で真実と嘘という偽りの概念から目覚めさせてやろう。真実と嘘が偽りなら何が真実なの？なんだかよくわかんなくなっちゃうな。大天使バベリス、無知の塔。無知の塔、何それ？よくわかんないけど、そうだな。まず一旦は AP ドレインをかけて、でドッジしておく。 AP ドレイン、うん、クリスタルレンズ。ひどいダジャレ、ひどいダジャレってね、本当にダジャレ言うだけらしいですよ。バイロン担ぎが道を横切る理由を知ってる？横にしか歩けないからさ。そっか。どって笑いが来るのかな。何なんだろう、何を考えてるんだバベリスは。フュージョンすっか。とりあえずフュージョンしとくか。で、まあ、もう一丁 AP ドレインして、自分の AP 貯めつつ、偽りの光。おお、混乱にする。なるほどね。ギアショットいけるかな。ギアショット頼む。ワンダーセブン相手、ひどいダジャレはいいよ、もっと言って。パスゲードは人を褒めるときになんて言うのかな。はっすげーろだってさ。いや、うん、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ。それはさて、相手硬いですね。硬い硬い。どっち使うか。あ、エコー探知使っちゃった、意味ないよ。吹きつける、ひどいダジャレ。あ、パイロン担ぎは毎月家賃を払ってるんだ。宿を借りているからね。宿借りだからね。なるほどね。これね、18個ぐらい種類があるって翻訳者さんが言ってたかな。結構な量のダジャレがね、用意されているそうですよ。待って、ジャンプキンは力がプールに飛び込むのを見るのが好きなんだって。あ、かぼちゃか。蚊がプールに飛び込むのが好きなんだって。かぼちゃんってね。かぼちゃねかぼちゃね、なるほどね。じゃあメタルウォールで壁を作り、ブロック砲、ミス、ミス。よし、次相手は大技使ってくる。こちらもギアショットを使いましょう。真実の光、おお、それが強い技だったんだ。ザン時計を食べない方がいい理由は？ザンザンお腹を壊しちゃうからさ。ザンザンお腹を壊しちゃう？ザンザンってなんか痛みの、なんかズキズキ痛いとかっていうこと？ザンザンって言うかな。ギアショット。ナイス。あ、AP ドレインやっときましょうか。はい。クリスタルレンズ。ユニターゲットにされちゃったのか。はい。かぼちゃね。かぼちゃんね。OK。じゃあ、どっちで回避率を上げて。ミス。ナイス。ハイスペックはどうやって家を建てるのかって、ハイスペックな大工さんに頼むのさ。イスペックね。これさ、戦闘終わるまでずっとこれ聞き続けるっていう拷問かな。そういうこと？なるほど、そういう精神攻撃か。なるほどな。あー、マジユニターゲットやだ。
ユニターゲット嫌すぎる。急にブロック砲なんて使ってきやがって。だってユニターゲット4ターン3ターンやばいな。一旦変身解除してもいいんだけど、解除するしかないかな。外れてくれ。化学反応についてのジョークを言ったのに誰も反応してくれないんだ。反応をかけてるってこと？それね、気づかないよ、ギャグだって。それはね、ギャグだって気づかないと思う。メタルウォール、真実の光、ブセイラ、またカボチャンね。オッケーオッケー、もう3回目だよ。で AP ドレイン、あれミスった。やけどにしちゃえ。ナイス、リアショット、助かる。あ、最後の秘跡もオートメーションで出てくれた。めっちゃナイス。最後の秘跡、よっしゃよっしゃ、ダジャレ地獄から抜け出したぞ。よかった、スタミナが8上がった。島から出たいと望むのならば、我が言葉を我が歌を聞くがいい。自らの手でなさねばならぬ、遠き道のりを行かねばならぬ。東へと翼を広げ飛ばねばならぬ、私だけが知る場所へ。そこにあるのが我が広間、今や虚ろに捨て置かれた部屋。危険を犯して北へと向かえ、気まぐれな道が交わる場所へ。その地にありしは赤き木々、落ちた枯葉が足元で音を立てては朽ちる場所。その地にありし火の祭壇、その頂点へ行くべし。何時が立つべきその場所で、炎をまといかけるがよい。この場所でこのように行動せよ。最後の駅が姿を現す。もう最後の駅ですか？本当に？一つ確かな真実が今明らかになった。我が敗北したということが。そうだね。やあ君、このバトルでは負けてしまったようだね。どうだい？私と来ないか？有無を言わさず連れてってますよね。いいかい？私にはもう少し敬意を払いたまえ。君の世界には私を元にした伝説があるんだぞ。アーサー王とかそういう感じ？私がつつましい性格で運が良かったね。一旦見逃してくれてありがとう。あの精霊の言葉にはわずかだが正気が残っていた。我々の手で倒されて、もしかしたら屈辱を感じたのかもしれないな。巨大な精霊には勝てたかもしれないが、精霊アレフがやってきて助けてしまった。何か決まった方があるとは思わずにはいられないな。どうか教えてくれ。君が話していた例の謎は解けたのか？行くべき場所も実行すべきことも両方揃っていたあれさ。ことによると、旅をまた再開すべきかもしれないな。公園で起きた事件の噂は聞いたか？君が望むなら、そこを次の目的地にしてもいいぞ。次は公園か。いや、ドミノモスね、ほんとわかんないんすよ。だからまあ次は公園でしょうかね。他は、レンジャーキャプテンとこの大天使ですもんね。オッケーオッケー。はい、そんなわけで今回はここで区切りたいと思います。だいぶメインストーリー終盤に差し掛かっている感じがしますね。次回、公園で炎の祭壇があるんでしょうかね。見てみたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。